今シーズン最初となる東北に根付く仙台と山形の伝統の陸奥ダービー。ピッチ上で躍動する気鋭の選手たちがライバルに勝利することだけを求め、タフな決闘となる一戦、陸奥ダービー今始まりました。長いボールを蹴り上げます。今日スタメンの内田、エアバトル、山形ゾーンですね。はい、速いボールを送り込んでくる、頭越えて、ここで押し込みました。最後はこれはオフサイドのフラッグが上がっています。頭を抱えます木田、最後ゴールネットを揺らしましたが、マークを併用したところで、まあ、西村選手のところがボールに行ったことによってラインが上がったっていうところあったと思うんですけども、はい、いやでも微妙なところでした、ね。まあ、お互いにこう決定的なシーンもありながら、はい、まあ、シュート数はそこです、ね。さあボールを取った鎌田、マイナス、もう一度鎌田、ここでシュート来た、今度は正真正銘ゴールになりました。木田、仙台先制。陸奥ダービーファーストラウンド先制ゴールは仙台木田でした。ポゼッションに対して仙台のプレッシャーがはまっていたというところで、まあ、前線も2枚いることが功を奏しましたし、まあ、ここも落ち着いて自分のシュートよりも確実な部分を選んだというところと、サウラ取った藤田、さあ入れ替わって横山、残して小西、前に送ってヘディング、バッ、オーバーヘッド、決めてきました藤本、同点に追いつきました。やはりダービー、お互いの意地がぶつかり合う中で同点に追いつきました。まあ、ここをうまくサイドバックの藤田選手が中から外に出ていったというところで起点を作りましたし、まあ、横山選手もそれをよく見てましたね。まあ、中はこれ全て3対3の状況で、戻してエベルトン、サイドマセー、中見る、切り返す、うまさを見せる、送り込んで中島、シュートはなんとドラマチック、岩テックスタジアム仙台、アディショナルタイム途中出場中島。まずね、このセカンドボール、そしてサイドに広げるところと、まあ、ここ再三縦に仕掛けていたことによって中へのコースを作り出しましたよね。マセ選手がうまく中に運んだことによって3人ディフェンダーを引きつけたことによって中が少し薄くなっていたと、まあ、中島選手もトラップした瞬間少しね開いたところでって思いましたけども、自分の中でクリア前に出します。ここで仙台勝利の笛が鳴り響きました。